日本赤十字社発祥地1952年発行日本赤十字社創立75年記念切手日本赤十字社は日本における赤十字社1952年に制定された日本赤十字社法によって設立された認可法人社員と呼ばれる個人及び法人参加者の結合による社団法人類似組織である略称は日赤 全身たる、白愛者は1877年の西南戦争時に設立された。1886年ジュネーブ条約に調印した日本政府の方針により、翌1887年に日本赤十字社と解消したことが、現在の日本赤十字社という故障の始まりである。代表者である社長は大塚義春。名誉総裁は東郷雅子。 名誉副総裁には、大議員会の議決に基づき、各皇族が就任している。日本赤十字社は全国に92の赤十字病院、79の血液センターを運営し、赤十字病院は、救急医療に関して、第3次医療機関に指定されている。血液事業は日本で唯一献血を原料とする、製剤を製造する。また、センター、病院、 支部などには常備給ご飯担当の職員である主事2名の計6名で1個パンが構成されるを複数個保有し、地震、台風などの災害時や旅客機墜落、公共交通機関の大事故など、消防で対応しきれない大人数の負傷者発生の際には救援活動を行っている。戦前の日本赤十字社は陸軍省、海軍省管轄の社団法人、戦後は 厚生省管轄を経て、現在は厚生労働省管轄の認可法人であり、伝統的に皇室の援助が厚く、初代の証券皇太后以降歴代皇后を名誉総裁とし、皇太子妃他の皇族を名誉副総裁とする。日本赤十字社法では、日本赤十字社は、赤十字に関する諸条約及び、 赤十字国際会議において決議された諸原則の精神にのつとり、赤十字の理想とする人道的任務を達成することを目的とするとされ、また、第二条は特に国際性の見出しのもと、日本赤十字社は、赤十字に関する国際機関及び各国、赤十字社と協調を保ち、国際赤十字事業の発展に協力し、 世界の平和と人類の福祉に貢献するように、努めなければならない。と認可法人としては、異例の定めを置いている。日本赤十字社では、社法第7条により、日本赤十字社定管を定めることとされ、同社の事業は、定管の定める経営、業務、資産などの規定に基づき運営されている。日本赤十字社の基本精神は、人道、公平、 中立、独立、奉仕単一、世界性である。本社は、東京都港区芝大門一丁目に所在し、全47都道府県に支部が設置されている。ほとんどの支部では、知事が支部長に就任し、副支部長、事務局長などの役員も、行政関係者が多くを占めている。2010年3月末現在、個人社員12.3万人。 法人社員6.8万法人を数える。法律上の位置づけとしては、日本赤十字社法に基づく認可法人で、災害対策基本法及び国民保護法上の指定公共機関に位置づけられており、災害時や有事に備え、 防災基本計画及び国民保護業務計画の策定と閣議の承認を経ることが義務付けられているほか、災害時、有事はそれらの計画に基づいて国民の救済において国に協力することが定められている。赤十字のマークは赤十字の表彰及び名称等の使用の制限に関する法律により、日本赤十字社及びその許可を得た者以外が使用する。 ことが禁止されており、違反者は6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金が課されることとなっている。元熊本洋学校教師官ジェーンズ邸で、アリス川の見当たる人親王から、日本赤十字社の前進組織である、白愛社設立の許可を受ける佐野城民。日本赤十字社の前進は、 旧田野口藩主の伯爵、小牛久氏や元老院議官で後に伯爵となった佐野城民、同じく後に子爵となる桜井忠興らが西南戦争時の1877年に熊本洋学校に設立した伯愛者である。佐野らは戦争の悲惨な状況が拡大していることに鑑みて陸軍省に敵味方の区別なく救護を行う。 という赤十字の精神を発言する、白愛者として、救護犯を派遣することを願い出た。しかし、陸軍兄弟校の最後を継ぐ道は、内戦は国家間戦争とは異なり、逆賊イコール犯罪者の救護は、赤十字の救護とは言えないのではないかと、その精神に理解を示せず、設立を許可しなかった。そこで、サノラは、元老院議長で、 政党総督のアリス側の見当たる人親王に直接、設立と救護班の派遣を願い出る。逆途であるが、天皇の親民である敵方をも救護するその博愛の精神を、ルヒ人親王は、下士、中央に図ることなく、設立を認可した。ただ、敵や地方ともに助けるというその思想が、一般兵士にまでは理解されず、反乱氏族側と、 明治政府軍側の双方から攻撃もしくは、妨害などを受け死者が出たと言われている。明治20年、日本赤十字社の初代総裁である正松宮、秋人新能日本赤十字社本部1910年当時、東京の日本赤十字社病院1910年当時、第一次大戦で、欧州に向かう日本赤十字社の医師、看護団、 1915年白愛者は、国際、赤十字の精神を発言する団体として創設され、赤十字として認知されるよう活動していたが、1886年、ジュネーブ条約に調印した日本政府の方針により、翌1887年に、日本赤十字社と解消し、特別社員を呼び、名誉社員制度を新設し、初代名誉総裁に、 正松宮秋人新王が着任した。当時西洋の王室、皇室は、赤十字活動に熱心であり、近代化を目指す日本の皇室でも、昭憲皇太后が、初代名誉総裁を務め積極的に活動に参加し、正式文章、桐竹法王赤十字章は、昭憲皇太后の法冠のデザインを模倣して、制作、制定された。 同社の活動に際しては、家族や地方名簿家が、その指導的立場についた。また、当初、活動の本拠が置かれたのも、東京都千代田区の私者区、桜井忠夫規定であった。1888年6月、支部設置を決定したほか、友好賞、社員賞を制定した。全国に、赤十字運動への理解と普及を目指す最中、 1888年7月、福島県番台さんが巨大な水蒸気爆発により山体崩壊を招き、大災害を引き起こした。このため、当時国際紛争解決に向けた人道組織であった赤十字を自然災害にも活用すべく政府に願い出た。赤十字として国際的にも例がない戦時以外の活動であったが、政府は 両としたため、瞬時に旧ご飯を現地へ派遣、救援活動を行った。日清戦争から1895年時には、初めて国際紛争の医療救護班を戦地に送り出した。この時、帝国陸軍、この絵師団軍学隊落手でもあった、加藤のりよが出生する友人を見送りに駅に行った際。際 同じく大陸の戦地に向けて出発しようとしている日本赤十字社従軍看護婦たちの凛々しい姿に強い感銘を受け、一世で作詞したと言われている軍家、婦人従軍家がある。1901年には明治天皇の名による直令により日本赤十字社条例が設置され日本の陸軍大臣、海軍大臣の指定する。 範囲内において、陸海軍の戦時衛生勤務を補助することができるようになった。日露戦争から1905年が起こると、日本赤十字社は旅順など満州で投降した、ロシア人捕虜の人道的な待遇に尽力した。第一次世界大戦から1918年時には、連合国のフランス、イギリス、ロシアからの要請に応え、 三カ国に旧護飯を派遣した。また、中国三島省の沈汰で捕虜となった、ドイツ人が、日赤の援助により、人道的な待遇を受けた。戦後の1920年には、外務次官の要請により、在ウラジオストクのポーランド難民児童、救済活動を行った。1934年、第15回赤十字国際会議が、東京で開催されているが、 軍部の勢力が拡大するにつれ、日本赤十字社による戦争捕虜への援助が困難になった。日中戦争では戦線布告なしの事変であったため、両軍はジュネーブ条約を適用しなかった。太平洋戦争が勃発すると、赤十字救護班は積極的に戦地に赴き、多数の殉職者を出すこととなった。一方、日本軍が東南アジア方面で、 数十万人に上る欧米人を収容所に収容したが国際赤十字委員会や日本赤十字社が積極的な救護活動をしなかったとして連合国側のマスメディアから非難があった。太平洋戦争終結後、捕虜と共に民間人として現地に抑留された救護班は収容された日本人に対する救護を行った。 敗戦直前の広島と長崎の原爆被害者に対して国際赤十字委員会と日本赤十字社は積極的に救護を行い現在でも日本赤十字社は広島市と長崎市に原爆症患者を救護する病院を経営しているまた連合国軍占領下の日本では衛生状態が深刻な状態にあり赤十字では駅などに救護所を設けて 病院内外での救護活動を活発に行った。竹内慶修が看護婦1904年。奥に病院船が描かれている47の各都道府県支部のもとに病院や診療所、血液センター、献血ルーム、福祉施設などがあり、また看護師要請の日本籍十字看護大学や専門学校を持っている。また、 赤十字の思想目的に賛同するボランティアで構成される法師団を持ち、通常時は事業の支援活動を、災害時には無給で救援活動を行う。主として、地域組織に原点を持つ、地域、学校単位で学生により構成される、青年、アマチュア無線化や、応急処置技術指導者、自家用を操縦士、 スキーヤーなど特殊技能の保持者で構成される特殊の3種がある。献血バス献血カード血液事業では日本で唯一献血の受付や献血を原料とする血液製剤を製造し医療機関への供給を行っている。また、1991年以降は優勝採血が事実上廃止となったため血小分割製剤の原料として 献血に基づく血液を製薬会社へ供給している。ただし、献血のみでは、国内での血液需要を満たせない現状がある。2012年、血小分割事業部門が、田辺三菱製薬の血液製剤部門である、株式会社、ベネシスと分離統合し、一般社団法人日本血液製剤機構となった。血液製剤の供給のための体制としては、 日本赤十字社が国内各地に設置する各血液センターにおいて管内で災害が発生し血液製剤が必要になった場合に備え一定量の血液製剤を備蓄している備蓄量を上回る需要に対しては全国の血液センター間で相互に融通し合う体制を整備しているさらに日本赤十字社では1978年よりアジア 太平洋地域の姉妹赤十字赤新月社から血液事業研修生を受け入れ血液事業の幹部職員を育成し研修生の母国での活動促進に貢献している2002年までの受け入れ実績としては17カ国279名の研修生を受け入れ研修を実施しているまた日本赤十字社はアジア地域赤十字 赤新月血液事業シンポジウムを開催している。このシンポジウムでは、血液事業に関する各国の代表者が、情報の交換を通して、輸血感染症の予防、血液型検査と主役の製造、献血者募集、品質管理などの技術的側面に焦点を当てながら、それぞれの事業に基づき培った、経験の分かち合い、アジア地域における、 血液事業の発展と協力関係の強化を図っている。血液事業の採算は厳しく、血液の採取、運搬、保存などに経費がかかるため多額の赤字を出していた時期もある。1969年度には1億3000万円の赤字が出た。ため、1970年以降、断続的に輸血用血液の値上げが行われた。武蔵野赤十字病院。 赤十字病院は第三次医療機関に指定されている。2021年4月1日現在疲労の医療センターのみが本社の直属で各地の赤十字病院の病院施設は都道府県支部に所属している。現在、山形県、奈良県、宮崎県を除く各県に設置。1923年9月15日、関東大震災の時、 被災者で溢れる赤十字病院を疑問する、低迷古互日本赤十字社においては、地震や台風などの自然災害や航空機、列車事故等の交通災害などが発生すると、被災者を救護するため、直ちに医療救護班を被災地に派遣し災害救護活動を実施している。災害救護活動は、主に医療救護、救援物資の配分、義援金の受付、配分、 血液製剤の供給、その他のボランティア活動からなる。災害時の医療救護の体制としては、日本赤十字社では、自然災害や事故など人的災害に備えて、各地の赤十字病院の医師、看護師、主治で編成される救護班を、全国に470班編成しており、災害が発生すると、被災地に、直ちに救護班を派遣し、救護所の開設。 避難所の巡回診療等の医療救護を実施している。災害時の救援物資の配分の体制としては、日本赤十字社が全国に備蓄している毛布、緊急セット、安眠セットなどの救援物資を整備しているほか、同社の各都道府県支部が地域性を考慮し、独自に必要と思われる物資について備蓄している。日赤への寄付金に関しては、 特定公益増進法人への寄付金として税制上の優遇措置を受けることが可能である。毎年12月には NHK と連携し海外助け合い募金を実施している。災害発生時には国内の義援金を取りまとめる機能も果たしている。近年では災害時においてインターネット上でクレジットカードなどを通じて義援金を行えるウェブサイトが増加しているが これらの募金の受付先も日本赤十字社であることが多いが、国内災害の場合は、被災都道府県の設置する義援金募集委員会に集められ、都道府県の義援金配分委員会によって、被災された方々に交付される。海外救援金の場合は、現地ニーズに応じる形で、必要な支援物資等が購入される。例として、ヤフージャパンが、 壁紙データを購入する形で、amazon.co.jp が、募金という商品を購入する形で募金を行った。平時においても、赤十字より子カードによって、利用額の0.5%が、赤十字 DC カードによって、利用額の1%がカード会社から寄付される。義援金の配分のための体制としては、義援金は、日本赤十字社だけでなく、 マスメディアなどを通じて多くの団体で受け付けられることから被災者に配分するために一箇所に取りまとめる必要がある。そのため義援金を取り扱う第三者機関として被災自治体、日本赤十字社、報道機関などで構成される義援金配分委員会が設置されることとなり義援金配分委員会により各機関で受け付けた義援金を取りまとめられて 配分基準が作成され、被災者への配分が決定される。その他の活動としては、日本赤十字社に加入するボランティア、奉仕団などによる支援活動がある。奉仕団員に対しても、10人以上が被災する事故が発生したことを知った場合には、積極的に支部に通報し、出動の一助となることが推奨されているから導入された。設立後。 最初の災害救護活動を実施した1888年の福島県版第3噴火、1923年の関東大震災、1985年の日光ジャンボ機墜落事故、1995年の阪神・淡路大震災、2004年の新潟県、中越地震などが大災害の例として挙げられる。 赤十字法師団員の心情日本国外の大災害へは、資金、物資の援助を行うことが多いが、スマトラ島沖地震、パキスタン北部地震では、医師、看護師を含む人員を派遣し、各国の赤十字と連携して被災者の救援や復興の支援に当たっている。国際活動を参照。東日本大震災等への義援金上述のように、寄せられた義援金は、 全額被災者に分配される。また日本赤十字社の運営は、社員からの寄付金や、日本赤十字社の運営のための寄付金で賄われて、おり、義援金が、日本赤十字社のスタッフの給与や事業活動、被災地の復旧事業などに使われることはない。全額被災者に分配される。義援金は、国内の災害に対して寄せられるもので、 海外での災害や紛争に対して寄せられるものは、救援金と呼ぶ。救援金は被災国の赤十字社に寄せられて、現地での救援活動や、復興支援活動等に使われ、被災者には直接分配されない。日本赤十字、平時国際活動発祥の地記念福島都庁日本、赤十字社は、日本国外の災害などにおいても、救援事業を実施しており、これを、 国際活動という。日本赤十字社の国際活動は、国際赤十字赤新月社連盟、その他、当事国や援助国の赤十字、赤新月社との協力関係のもとに実施される。援助の方針としては、紛争や災害の被災者、とりわけ高齢者、女性、子供などや開発途上国などにおいて、深刻な健康問題に苦しむ人々を支援する。 こととされている。主な救援活動としては、災害救援、災害対策、保健衛生、医療、福祉増進などの事業について実施している。その他、国際赤十字運動の強化に向けた貢献をなすこと、さらに同社の国際活動をより強化していくため、人道問題について広く、日本国民の理解と義援金、支援を呼びかけることとされている。 これまで日本赤十字社では48億7000万円もの義援金を国際活動に投じ67カ国もの国々において救援を実施してきている災害対策保険衛生医療などの活動としては飲料水供給衛生環境改善などの開発協力が大きな意義を果たしこうした支援を通じて不衛生な環境のために苦しむ人々や伝染病の 拡大防止を図ることなどがされている。また、日本赤十字社が手掛ける事業に安否調査がある。これは、戦争や紛争が発生すると、被害者が家族や友人と離散する事態が多数発生することから、家族や友人との間の通信手段がない場合に、再して、赤十字通信という手紙を使用して、連絡手段を確保するなどのことがされている。なお、 平時国際活動発祥の地は、和歌山県東室郡串本町の潮の岬で、エルトゥルル号遭難事件に際し、地元住民等の献身的な活動に由来する。機関紙赤十字新聞を発行。また、支部レベルでの広報誌を発行するところもある。日本における事業の成果日本国外における事業の、成果性少年、赤十字の事業は、 主に小学校、中学校、高等学校の学校教育の中で行われ、日常生活において、社会貢献、国際親善を実践していこうという事業である。学校単位での加盟となり、その加盟対象には、JRC 部などの名称による、クラブ活動と、全校加盟と呼ばれる、生徒会による活動とがあり、加盟時点で区別される。 原則、年度末までの加盟となる。毎年、新年度には、都道府県ごとに加盟校の代表生徒が集合して、加盟式を行う例が多い。毎年、8月頃に、各県支部の細かい地区主催で、地区ごとの参加者で行うトレーニングセンター、12月に、県支部主催で、県内参加者が一つの会場に集い行う、スタディセンターという研修会が開催されている。 各会の意義としては、赤十字の歴史、活動内容、リーダーとして、または求められる素質など青少年、赤十字の一員として、もしくは人生を歩むにあたって、重要なことなどを、青少年、赤十字の態度目標にもあるように、気づき、考え、実行するにある、行動目標に合致するような内容を学ぶ。なお、スタディセンターは、 トレーニングセンター終了者のみ参加可能。基本的に2年に一度11月に静岡県御殿場市にある YMCA 東山荘にて日本赤十字社が主催するアジア圏内の約22カ国に地域の青少年赤十字や赤新月社の青少年メンバーが集まるマウント富士と呼ばれる交流会がある。目的として各国の郷土文化や 地域の赤十字、赤新月の活動を報告したり各国メンバーとの交流を目的とする国際交流会がある。気づき、考え、実行する私は青少年赤十字の一員として心身を強権にし、人のためと共土社会のため、国家と世界のために尽くすことを誓います。財政は一般会計、医療施設会計、 血液事業会計、社会福祉施設会計に分かれる。医療施設会計及び血液会計は、単体では、マイナス決算であった。しかしながら、血液事業に関しては、平成28年度より、黒字化を達成している。毎年5月には、社市増強運動を行う。社費を、年2000円以上納め会員への登録意思を示せば、 日本赤十字社会員として登録されるほか、社員登録をせず寄付金の形で納めることもできる。日本赤十字社では、社費と寄付金を合わせて、社資と称し、主要な資金源としている。社員加入後10年以内に一括、または分割で2万円以上の納付があれば、特別社員の称号が贈呈される。社氏及び、社資の募金活動を行う。 奉仕者は、行政や町内会組織を通して集めるため以前から、強制的な割り当てになっていると指摘されてきた。現在でも、町内会として集めることりにくい状況で、あるいは、町内会費と一括の形で、社種を強制的に徴収される、町内会の班長などが、日本赤十字社のための集金活動を強制される、 被害を生じさせ、民事裁判に発展するなど問題になっている。日本赤十字社の事業を支えているのは、ボランティアや、血液提供者、同社職員など多くの主体だが、同社の財政面、あるいは、事業の予算面において、大いに寄与しているのが、会員と言われる人々である。会員の権利及び特典は、大議員を選出し、また大議員に選出されることである。 もっとも、実際の運用上は、大議員は、各都道府県の支部に設置された、表議委員会に選出されることとなっており、その表議委員会の構成員である表議員を選出する、各市区町村ごとに設置されている地区または、文区の表議員推薦委員会についての表議員、推薦委員の選出に際し、候補者に対して、意義を述べる権利が与えられているに過ぎない。社費とは、 活動資金、事業資金であり、緊急救援、被災者支援や災害義援金の寄付では表彰の対象にはならない。日本赤十字社本部に寄付をすると、寄付者の住んでいる都道府県の支部に引き渡され、改めて支部に寄付がされる。日本赤十字社の社員については、法及び定款の中で性別や国籍、 文地で差別されないことと定められており、誰でも就任することができる。会員の資格は、年額2000円以上の会費を納めることとされる。また、10年以内に、通算2万円以上の社子を納入した社員には、特別社員の称号が贈呈されることとなっている。さらに、同社の経営に、重要な関係があるとされる社員には、 名誉社員の称号と名誉社員賞の交付がなされることとなっている。受賞者には東京都渋谷区の明治神宮会館で開催される全国赤十字大会に出席ができる。日本赤十字社名誉総裁である皇后をはじめとした皇族が出席している。寄付の表彰と献血の検証、表彰は別々のものとして区別される。受賞者には 各都道府県で開催される、献血感謝の集いに出席ができる。招待状が届くので出席か欠席のどちらかを選ぶ必要がある。欠席者には、下記の品が郵送される。などが贈呈される。国の表彰根受報賞と厚生労働大臣感謝状の受賞の画費は、 日本国政府の基準により決定される。国の表彰には、期間が定まっている。日本赤十字の表彰金色有効証日本赤十字の表彰には寄付金の通算で定められている。献血表彰、検証なお、従来は、献血回数に応じて、献血功労賞特別社員省の贈呈がされる、表彰制度も存在した。日本赤十字社では、 厚労ある役員並びに社員に対して表彰に際して同社の定款に基づき称号を送る制度がある。日本赤十字社はこれまでの赤十字家庭看護法の見直しを行い2009年度から赤十字家庭看護法講習の名称を赤十字健康生活支援講習に変更して講習を実施する。2009年度から赤十字救急法救急院 赤十字水上安全放球助員、赤十字雪上安全放球助員、赤十字幼児安全法支援員、赤十字健康生活支援講習支援員の資格継続についての研修が始まる。2007年4月以降の赤十字救急法救急員等の資格取得者は、赤十字救急法救急員等の資格継続研修を受講することによって、 資格をさらに3年間継続することができる3月末までに資格継続研修は終了する予定で以降の資格継続には新規に資格取得する方法での受講を要する。日本赤十字社法第27条日本赤十字社は第1条の目的を達成するため左に掲げる業務を行う。第33条国は 赤十字に関する諸条約に基づく国の業務及び非常災害時における国の行う救護に関する業務を日本赤十字社に委託することができる災害対策基本法第2条この法律において次の各号に掲げる用語の意義はそれぞれ当該各号に定めるところによる災害対策基本法第2条第5号の規定により内閣総理大臣が 指定する指定公共機関の件災害対策基本法第2条第5号の規定により内閣総理大臣が指定する指定公共機関は次の通りとする。武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第7条国及び地方公共団体は日本赤十字社が実施する国民の保護のための措置についてはその特性に鑑み その自主性を尊重しなければならない。第77条日本赤十字社は、その国民の保護に関する業務計画で定める、ところにより、都道府県知事が行う救援に協力しなければ、ならない。第96条日本赤十字社は、その国民の保護に関する業務計画で定める、ところにより、総務大臣及び、 地方公共団体の庁が保有する安否情報のうち外国人に関するものを収集し、及び整理するよう努めるとともに、外国人に関する安否情報について紹介があった時は、速やかに回答しなければならない。武力攻撃事態等における、我が国の平和と、独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律、第2条この法律において、 次の覚悟に掲げる用語の意義は、それぞれ当該覚悟に定めるところによる。武力攻撃事態等における、我が国の平和と、独立ならびに国及び国民の安全の確保に関する法律施行令、第3条法、第2条第6号の政令で定める、公共的機関及び公益的事業を営む、法人は、次の通りとする。 名誉副総裁2019年8月現在、2014年10月9日、日本赤十字社和歌山県支部は、2011年10月から2014年3月末まで、会計を担当していた男性主事が、約182万7千円余りを着服していたと、発表して謝罪した。男性主事は2012年5月から2013年2月の間に、 東日本大震災やフィリピン台風などへの義援金、約21万8000円、貸し会議室使用料金、講習会費などを46回着服していた。男性主事は、着服が発覚した分を全額返還した。また、他にも不正が疑われることが分かり、日本赤十字社本社が特別監査を開始した。本社は調査結果の後、懲戒解雇処分や、 刑事告訴を検討すると発表した。ありがとうございます。